米軍海兵隊が休日返上、道具自前で被災地ボラ、友達助ける。言葉にならないほどの西日本豪雨で、圧倒的に支援が不足する地域に米軍からボランティアが続々到着。日本から何の支援要請も出ていない。海兵隊員が休日返上、道具持参で駆けつけている。彼らの言葉から、助けが必要なら助けに行きたいし、ここは間違いなく助けがいる。過酷な作業だけど、一日の最後に自分は変化を生み出したと言えるだろう。軍のいいところはいろいろな知識を持った人が集まるところだ。行動しなければ何かを成し遂げたと言えない。彼らの渾身の支援活動を目の当たりにした被災者から、涙が出るくらい助かっている。この辺りは全部土砂で見えなかった。結びつきというか、絆を感じた、と、泥だらけの米軍兵士に被災者から感謝の言葉が寄せられている。ところが日本マスメディアはほとんど報道しない。米軍海兵隊活動の一端にせよ。これまでのマスコミ報道姿勢とかけ離れているからだろうか。例えば沖縄地元の人だって、米軍にいいところがあることは知っている。その一方、それをはるかに上回るくらいの事件。事故があるのを相殺されてなるものかの一念が、好意的報道に反感を抱くのだ。この米軍海兵隊のボランティア報道が規制の何かを溶かし、変えるきっかけになるかもしれないのに、やはりマスコミは既視感にとらわれたままなのだ。これが若い人のマスコミ離れの要因なのに。米軍基地は必要悪、日本の平和主義を損なうものと感じている日本国民は少なくない。軍事大国アメリカの言いなりになるしかない日本政府に批判の眼差しを向けるのが、平和追求だと思い込んでいるから。米軍海兵隊ボランティアを大きく取り上げても報道効果は低いだろう。実際、中国、四国地方にも近い関西でも、報道されなかった。ネットで知った人が多い。人の子である米軍兵士は、目前で起きた未曾有の大惨事に、我関せずではおられなかったのだ。東日本大震災の時のように、友達にできる限りのことをしたいと心を奮い立たせたのだ。日本国民は彼らに感謝の誠を捧げよう。すでに政府は深い感謝を伝えている模様だが、これも報道されない。